盛り上げて、はい、はい、じゃあ決勝トーナメント始めるよ。盛り上げていきましょう。行ってみましょう。さあ今日かなりミラクルを起こして上がってきたギュン・ジャパさん、あとはさすが優勝候補のガンさん、A キングのお守り効果が、あ、そうですね、そうですね、このゲームムエタイ強いって言ってたんで、そのおかげじゃないですかね。女性最強のムエタイキャラですからね。まあそうですね。まだあまり織り込みてないので、キング乗り込むぜひ見たい。青い花に引き殺されないように始まるよ。あ、三角ですね。なるほど。あ、当たっ、ヒット確認、歩き投げ前転によく反応してますね。ただ画面端に追い込まれて、おっと、お、あった、それ、さっきが、さっきのガンさんの全キャンが追い回って対空したのがうまいですよね。これやっぱかすってもダウン取れるんで強いんですよ。さあ発動警戒して、おっ、おっと、出た、練習の成果を見せてくれ。おっ、結構減るな、スポコンがちょっと減りますね。そうですね、マグロ、おっと、あるかこれは。まさかのキングで、キングでより勝つ瞬間が、サプライズ、余計なことした。でも時間がなくなった、残りタイムが50。おお、全キャン誘って後出し鬼焼きですかね。そうですね、まあ、しかし大健闘、かき切る、どうぞ、すぐ楽にしてやる。 This battle is about to explode. 全く回復しない。デビ様はこう、おお、好きなだけ貯めてサイコを打つという。体力5分、ベガのゲージためとそれを追い詰めるブランカという攻撃なんですが、おお、余地が溜まって、これはうまい。おっと、おっと、でも死ぬでしょう。いや、どうかな、ちょっと安いんじゃない。あ、ギリギリ死んだ。さすが青木さんの計算力、どやさすがですね。足し算には自信があります。さあ、ギュンタ踏ん張りたい。なるほど、相手のブランカーゲージ溜めてるのに焦って崩しに行くとなかなかそれも難しい。そうさあ、ステップから電気を引っ掛けるのを狙っているが、なかなか、あーっと、あとびたりが、あっ、さあゲージがチャージ、おっと、さあ厳しい、ギュンダ厳しい、ゲージもない、体力もない、相打ちも痛い。おお、勝ったのはガンさん。さっきの空爆は多分全キャン電気を、電気の無敵が終わったところを殴れるかなと思ったんですけど、空爆の打点が高すぎたんで、はい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 、着地するまで無敵が続かなかったんですね。着地で食らっちゃいましたね。じゃあ次は、ガオヤネ、ガオヤネ、
This is the first dream event of the 21st century. If you choose the wrong groove, you may just lose. 1P やめたい 2P がオッケーグルトスの組み合わせ。What an incredible cast of warriors has gathered here. However, only one team shall be crowned the champion of the Millionaire Fighting 2001. Oh man, are you ready for this? This tournament is held under the free ratio system. Let's keep rocking, baby. Hey! This battle is about to explode. Fight! Geese 対 Geese! いやー半端ない火力。さあお互い攻撃を当てることしさあ飛んできれいに取って、あっと危ない、あっとこれで全て取り戻す。これがギースというキャラ。おお、いやー早すぎる展開が、ね、今の一発で止めることで早く終わらせて最初回復を優先させます。おお、これはギースもめんどくさいと思うんですけど、火力があまりにも違うんで、どっちがいいかっていうとやっぱギースなのかな。そうですね、砂漠キャラではないんでやっぱ砂漠ききれない気がしますね。で、460なんで、すぐ気をつけて、おー、うまい、読んでいた、おー、美しい、切れ味いいっすね。This battle is about to explode. ブルーテリー来た、おー、おー、ライティングアップ、おー、ちょっとバックステップやり込み、バックステップすごいな、中盤、中盤。おお、ちょっと待っての、うわうまい、今の暴れを誘って、いやレベル高いですね、いやレベル高いですね。あ、これは師匠対弟子なんですよ。ケーグルのこのぐらい体力って結構読み上げが難しいんですよね。そうですね、あれロックを殴るか、あでも殴る、この人は体力を減らしに行きたかったんですが回復されてゲージ分リードされますが、高さ込みで5分ぐらいじゃないでしょうか。高さはありますからね。ただね、ロックのセットプレーはあんま、おお、セットプレーはあんま相手から関係ないところもあるんで、とはいえ自力は、お、速い、もう一度速い、もっと確認だ、おお、ダイエス、ピオリア、ピオリア見えてきた、おお、あっ、サーがガオ優勢、ロックがもう一回いかる、おお、殴りに行く、あいや、すごい、かぶせて勝ったのはガオ。続いて第3試合、ウアベ対高坂。ルーザーズ行くまではこっちだけでいいかな。そうだ、で、なんかこれやったら先こっちやるらしいです。This is the first dream event of the 21st century. 1P 高坂の A 桜部がブランカ対 2P 上部の C イオリチュニサガト。さっきあのダイヤシン高から流れ変わりましたね。そうですね、やっぱりここまでテリーが押してたんで透ける流れだったんですけど、やっぱ心が。さあこの2人は予選では上部選手がかなり硬く勝ちました ね、 そうね、やはり圧巻の A グル対策みたいな。そうですね、僕このゲームで C 対 A が一番面白いと思ってるんですよね。携帯系派の人もいるんですけど、それは殴り合いが見えるので、お互いの違いを生かしながらもうやり込みが出るのがこの C 対 A だと。なるほど、どっちか使いましょうよ。そうですね、僕 C 結構どっちか使いましょう。 C でサブキャラの C でサブキャラの A というの大好きなんですけど、なるほど、
さすがに本職には勝てないんで。というわけで、そんな思考の組み合わせが明日また見られるんですね。え、そうなんですか。これはあ、なんだろう、この看板は。さあ、すぐ楽にしてやる。いよりを読んでの吉内村岡戦法、ね、予選とシフトを変えてきました。というのもこのキャラローリングに反撃があまり現実的ではない。ゲージがないとローリング行け放題。バックジャンプに引っかかって、しかし今でもいよりを使っている人は全員村岡戦がうまい。今のジャパンうまい。また来る。こっからが厳しい。中央に焼きですね、ちゃんと囲んでガード。おっと、バーてなかった。今は狙ってたが、昇竜の入力する左手が見えた。から見えるんですけど、今多分ね読んでたんだと思うんですけど、見過ぎましたね。おっ、さあどうに逃れるか。ダイパー暴れ、なるほど。あれはなんか姿勢が低くなるからですか。そうですね、スピバに無敵がなかったら、なるほど、タイミング次第で勝てるみたいな。さあ、こうよくファースマイスターが。おお、でも勇気いりました今の。そうですね、なかなかステップ発動ありましたからね、可能性が。自分が自信を持って見ていたでしょう。そうですね。おお、あいつ。さあ、振り込んでいく。どうするか、タクをかけない。オリコン誘ったのか、ちゃんと我慢しています。でも体力もかなりもう、うまい。体力がかなりもう同じなんで、ブランカ作った貯金は食い尽くされましたね。おお、踏み込んで、あー、繋がってない。繋がっていなかったが、結果オーライ。暴れたんでしょう。Live and let die. フライウベ選手救われた。チューチュー踏み込んで投げ。オリコンは使われてもいい状況ですが、そうですね、これもうオリコンされたらラッキーぐらいですもんね。今度はチューニー側がゲージを貯めながら一発で引っ込むのを伺っていく。おお、小技から2プレイ有利からポパン、最速ポパン。ブロックが通らず、さあここからベガの GT が試される。さあ早めの下がってもゲージを放出した。ゲージした、めり込んで、おお、ユージの、あった、ガードゲージを回復したい。お互い不用意な行動が死につながる。おっと、これはヤドンキャラを持って当たる。しかし少し残って折り込めない。おっと、これは安い。空中がちょっと確定だったので、おーおーおー、あー、激化難しい。これはでも状況的には下がって、踏み込みに合わせて中足に仕込んでいて、前歩きを見ていた。ったの、あれ、いや、勝負の分かれ目がですね、あの空中ガードしなバックジャンプに空中ガードをして、ね、着地の硬直に刺さらないに
食らったんですけど、あれ高坂がいつも通りだったら多分当たったの見てすぐジャンプ中パン出してれば拾えてたんですよ。でそういうのが得意なプレーだと思うんですけど、やっぱり大舞台での上辺のプレッシャーの前ではもうガード前提の連打をしちゃったんですね。切り替えれなかったのが。でもあれ結局バックジャンプで最初中盤だったらもう終わってましたからね。そうですね、究極の読み合いに上辺が勝ったと。はい、そして1回戦最後は菊対ダーヨシ。さあ全てのエーグルに絶望を出す名古屋の菊星、菊がダーヨシにも絶望をもたらすのか。あ、注目です。菊さん明日のイベントもあるんでね、エーグルに負けるわけにはいかない、はい、まずはここで C 対 A は美しくも面白いモードとみんなに見せてほしいところ。一つ前が C が勝ちましたね、はい、お、上うまいですね、絶対ミスだ。キャミーに近づかれると山田かなり厳しいんですが、相当うまくさばいてます、ね、飛び落ちるんですよね。結構体重が使いまくないと落ちないので、かなり難しいんですが、さすがの対応力。これ一度端っこで捕まるとかなり厳しい。いや、そう、あの密着されると山田がかなり厳しい。おっと、ワンチャンスからここまで持ってくる。山崎対キャミらしい、近寄られるまでは山崎、近寄られたらキャミー有利っていう展開そのものでしたね。しかし今度はオリコンがあるんで、近づかれても防御スタンスあるんですが、ステップ投げ、この心の隙間をしっかりと。モグロクそうです、ちゃんと伝わってくれてよかったです。ボーンと。スーパーに出たけど投げる。おー固まるの見て投げる。あと、うん、この発動しかし最速技なんか。なるほど、安定見てからガード移行できないという。あれも立って立ちで確定なんでね、結構難しいんですけど、ダイヤさんめちゃめちゃ上手いんですよね。これね、そう難しいですよね。 This is gonna be a match to remember. Fight. しかしゲージ有利でチューニーが出てくる最大反撃。おーっと、これは注目の組み合わせだ。大パンで、こちらも近づく途中にの期待値勝ちの読み合いが。あ、うまい、逃がさない。おーっと、さあ近づく、甘いバイルサイゴールデンキックのノリノリある。気持ちよくなっている。しかし気持ちよくなった後から危険が待っている。さあ、ちょっと待って、発動。あっと、ぬ、お、前ステップにローリングが置いてある。ガードされたらそうですね。組み合わせはゲージ溜まるまではシータが有利の読み合い。よく見てる。あ、厳しい。レイドが入って、ピオリッチはコミが通って、あ、キャノンが出ました。いや、削っておけ、レイメンの勝ったのはキク、イケメン、さすが絶望をもたらす。じゃあガンさん対ガオさん、確かに何を押せば元のことが分かんない。ガンさんは
じゃんけん最強なんだよ、上辺以外に。上辺以外には勝てる、そう。そう。はどっちにしても、そう、今日上辺さん、じゃんけん全敗だった。あ、違う、それキクさん、それキクさん。いやー、ルーザーズでこれ。ワンピーガオ対ツーピーガン。ガオかガンか。ガン同じガから始まるものってここは負けられない。どっちが最強の GA か。俺を止める気か。なら死ね。Live and let die. Fight. 静かな立ち回り。前出た。お、置いてある弾薬が。あ、ちょっと浅かったな。しかしもうゲイスが落ちてしまう。こっからがガオタイム。そこでコンボが高い。前転かステップを見て、まあガンさんはこれを逃さないですね。おっと、いやガオタイムが危ない。今のは危ない。一発でもじゃあ取れたら、一発でも取れたら。Live and let die.さあ、ルーク投げよう。ガオジータの絶命の距離のダイヤシがね、ヒット率がすごいんですよ。さあ、アウバのセンター当てでチャンスを伺う。どっちだ。なんか変な当たり方した。さあ、前転をちゃんしっかり見て、イオリに対して牽制振るのは怖いんですけど、やっぱりやらなきゃいけないんでね。さあ体力はほぼ五分。ナポルルは立ってもブッシュが当たらないキャラなので、それは分かります。おっと、誰かやしたのよ。あっ、絶対当たらないんですよ。さっきはもう折り込みが終わったわけですね。そうですね。アンドレスが、さあでも飛びが1つに通って、さあ画面端は名残のターン。ネチネチとジャストを糧に相手の暴れを取りながら画面立っていく。おお、すごい。今おそらく高尾出したんでしょうけど、一瞬で降りてくる中段に上りたい。そうですね。すごい判断ですね。ガンさんの反応がすごい。あの安定の一瞬で判断が光った瞬間にね、相手が何をやってるかをちゃんと見てるんです。さあ、ここまではガンさんが言う。おっと、中足のところに投げ。おっと、見てから出したっぽいが、今中足ローリングやってちゃうと多分シャインが溜まってたんで。うわ、サブバを。おお絶対見てからじゃないと思うんだけど、飛びの上りだと。今ほぼ同時でしたね。これがガオイズム。しかしベーガンのゲージが溜まりそう。さあ、開幕でレイジラン最強の暴れダイヤシャ、このキャラですから。全キャラ理想は一発ぐらい殴って、おお、折り込んで殺せるところから発動したい。あ、さあ、これは見つらなければ、見つらなければストローメが刺さる。勝ったのはダン、勝ったのダンさん。そうですね、今ハードエッジが空を切りましたね。次、上辺キク。
This is the first dream event of the 21st century. Great! I knew that groove was in your heart. Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly waiting. C, 最強の個人的にカップ S 界の正規は C グループだと思ってるんですけど、なるほど、その頂点に近いこの2人が見れるのはもう皆さん、いやーこれ最強対決って言っても差し支えないですよね。あれキクさんがオレンジだ、これはピノキオさんの魂を受けた、ピノキオの魂を背負って俺を戦うとピノキオ見とけってことですか。僕の魂で背負ってくれなかったですね僕倒したのに。キクさんあの濃い青ですね、そうですね、強パンですよねさあ結局裏が通るとこうなってしまう。わお、表に見えなかった。さあ落ち着いてる、しかしレベル1なのでそれほど、ああ、おお、上辺八乙女すげえ歩いてる。俺チュンリーで下がったのかいと裏側かなり有利なんで、まず先頭戦取ったのがでかいですね。そうですね、じゃあ台足で2ターンを取っていく。おー、台、あー、台歩きに対してプラス壊します、しっかりガード。おー、落ち着いてますね。そして画面端を背負わせて、また戻ってきた、おお、強気の、あー、また全キャン100列もう一回全キャン100列で掲げよう、駒投げでスティグ、いや、ほんとうまい。さあこうなると中堅にシーチュンリーが控えてるだけあって、かなり上辺有利の状況。そうね、日和側はゲージ貯めるだけでも仕事できますし、しかもワンチャンあればいくらでも合わせるキャラなんで、そうですね、日和無理ダメに取りに行かなくても仕事ができる、触るだけでも夢が見れると、中盤空振るだけでもガードさせるだけでも、もう時間が経つだけでも、そう、おお、それはでも正しい行動ですね。中盤発生早い中盤で止めても確定出しても潰せると。そうです。中足だったら食らってましたから、ね。これはかなり C サガトが厳しいと聞く。まともに差し合うとかなりこれは心理が有利ですんで。さあガードさせて空中ガードで無理やり力せない。あっと、今のリバーサー方向性迷いましたかね。リバーサーで出れば入ると思うんですけど難しいですね。そうですね。空中だと出したくなるけど届かないみたいな状況だったんで。さあ今前ジャンプ。あっと。これが通って。さあ結局厳しい。アイパン、さあこれはもう、あ、お、全キャンスクバですら怖い。通常技ガードしたら終わる。あー、おお、うまい、すげー減ったこっからミラクルありますか。長さ側わからないんですよ、長さ側もわからない、これすぐピオリが飛んでくるんで、そうですね、ピオラしたらわかんない、でもゲージもない。そうですね、でも今ジュンさんとガードしたら死にます。そうですね、ガーキャンのゲージも溜まってないんで。さあ、あーあー全然も出なかった、勝ったのままで。じゃあ先にガン上辺、ガン上辺、いやー、すごいですね、ウィナーズファイナルちゃんと予選1位2位ですよ。おお、なるほど、やっぱ強い人が勝つと。しかも2位ってた6人5人いた4勝1敗の中から、あの辛い中組み上が勝ち上がってきたから2位っていうのが、やっぱりちゃんと実力を反映されてるんですね。そうですね、
よし、スイスドロー方式いいですね。これがスイスドローですよ。ちょっと分かりにくいのがダメ。みんななんで俺が5位なんだとか思ってると思いますけど、曲なんですよ。やろうと思えば1位から全員までの順位がつくんですよ。そうそう、だから、うん、1勝4敗とかしてもちょっと自分のニュースとか見ると面白いんじゃないかなって。そう、なるほど。やはりカップ別実力系、実力系です。バンピーガン対 2P ズバベ。その首。お、先方はイオリを読んでのベガでしょうか。すぐ楽にしてやる。大将がガンさんがよりいいですね。鬼連が強いのでシーグル戦は。なるほど。これでレシオにイオリと。ガンさんのベガといえばガン攻めのベガ。もしかするとこれ明日の菊戦を想定してのシーグルみたいな。ありえますね。おっと、ネオシュミスってこの反撃隊。なるほど。ガンさんはおっと、ちょっと焦りが見えるか。さあ今のはちょっと危なかった、溜まったので、ここからガンさんのターンが来るか。おお、差し返しを潰す時間に入る。今のはかなり岩部選手もかなり危なかったが、とっさに追加出した判断偉いですね。そうですね。さあ折り込む糧に。おお、なるほど。やっぱり A グリっていうのは結局折り込む当てるのも大事ですけど、折り込む糧にビビらせて捨て放題やるっていうのがね。そうですね。折り込む俺持ってるぞ。そうそう、お前持っとらんのやろ。そうそうそう。さあこれは確定しない。レベル3だったら確定したな。ちょっとケチったのが裏目に。ケチったのがそうですね、裏目に。しかし体重出る男。まあ岩部選手はなかなか逃さないですね。ちょっと今度はゲージ分が上手が逆転か。ちなみにこれ勝った方も2位以内確定ですか。そうですね。ですよね。勝った方は2位以内が確定します。さあ上手選手もガクラゲージがある。だが攻める。無理しない。さあ今ちょっと真上気味だったんで難しかったですね。めくりをガンさんが真上にめくりを持っていく、めくりというか飛びを。ガンさんはおそらくゲージを溜めたまま殺しきりたいでしょう。そうですね、理想はそうですが、サガットの火力が高いので、まあ、確定機体使ってもいいでしょう。そうですね。特に割れてしまいそうなので、おでも逃げたいが、おっと、あー、お互いが。もったいない、これは。ガンさんは命が助かった。さあ、ゲージがないときは耐えられる。さあ、これは、おっと。どっちが勝てんだこれ。ドロー、ドロー。若干下がったと言いましたが、ドロー。いやー、いい勝負ですね。まずゲージが溜まるので、さあまずゲージ溜まる前に2択を迫りたかったが無理して追えないので、いよりのゲージが溜まる。いよりが接近するときにチュンリーが痛いのいられるかどうかですね。いよりは接近してしまえば勝ち。さあフェイントを回る。おっ、チュンリーの合点は鬼連に対してタイミング次第のはずなので、なるほど、まあ、サガットほどの無理抵抗にはならないんですが、運が良ければ返せる。さあカウンターが8周回しっかりヒット確認してチャンスを逃さない。おっと、こっから先はチュンリーがゲージ溜まるまで我慢だが、イオリのゲージが、おっ、
まだオリコン当てでも知識圏内ではないので、より岩部がかなり、あーっと削りに行って、いやー実力ゲーですね。いやー上部選手のル、イナーズ出形が決まりました。ルーザーズできます。こっからの人は1回負けてるんで、負けた人から消えてきます。これひょっとして順位上が全部勝ってますよこれ。おースイスドローすげーな。2位3位1位5位が勝って、2位1位が勝って、ほぼ完全に順位通りのゲット、まあぶっちゃけると 2P 側が全部勝てるとも言い換えれるんですが、これ行きましょうか、はい、ちょっと 2P 側が全部勝てるってことに気づいてしまったんですが、いや順位通り、順位通り、いや、そうそうそう、やばい、こスイスドロー素晴らしいですね。いや転出されてますね完全に。そう、もともとこういう風にトーナメントがやらずに、もうスイスドロー5試合やったら惜しいまいっていう、それはやってるだけで、だけそう本来はやらなくていいはずなんですよ、このスイスドローという形式自体は。そうですね、じゃあルーザーズやっていきましょう。グンタージャパンと屋根さん、ね、よろしくお願いします。屋根さんが場所選択権です。 JPN 対屋根と、いや基本的に順位でじゃんけんはいらないです。じゃんけんいらないです。屋根さんに責任権があります。屋根さんが選ぶ、これはあの最後までそうす、順位通りなんで、ああグンターさんはダーヨさんと当たった時しか選べません。でも可能性はまだ残ってますね。さあこっからは負ければそこで終了。さあ今までの流れでいけば屋根さんが実力を示すところですが、さあどうなるか。そうですね、こう結局トーナメントやらなくても順位一緒だっただろうって言わせてほしいですね。そうそうそう、これがスイスドローじゃなんぼのもんじゃいと。 This battle is about to explode. Fight. さあ戦闘機キング対ギース、この組み合わせはどうなんでしょうか、ひずみさん。これは分かる人いないでしょう。 A キングってだって今までいなかったですよね。64でギースよりっていう声が聞こえてきたんですけど、そんなもんで済みますかねこれ。6じゃ済まないけど、見てれば分かると、なんか対策を見せてくれるんでしょうか。これ64には見えないですね。しかし今までグンター様この状態から勝ち上がってきたんですよ。そうですね、この2キャラが言ったらキングでゲージ溜めて2人で殺すっていう、ゲージハンドはしか溜まってませんけどね。なんなら A 段の方がゲージ溜めたぐらい。そうですけど。さあジャストがうまい、割れて、しかし安い、これは安い、投げて怒ってしまうぞ。勇気の手を重ねて、まあ、状況有利を作り出しましたね。前歩きに最高、あーうまい。ちゃんと2段立ちガードしましたね、ゲヘッドリーぐらいで OK。なるほど、削って OK 最後クラッシャー、しかしジャストされたら危なかったかなんとか。あのバニッシュ傘でもジャスト取られるとデカ側のゲージも盛りと溜まりますからね。さあしかしレシオに下がった後にバニッシュ傘だと超美味しいわ。歩き投げ、おっと今のは第2位だったのでちょっと拾いづらかったかな。なるほど、ちょっとデカ使わない側には拾える拾えないよくわかんないね。あと今のところヘルアタック欲しかったっすか、ね、えヘルアタックだったらだいぶ美味しかったんですけど。ほらフェリーを大将に置いてるっていうのはブランカに行けるな。クラッタがバックステが出てしまう。しっかりバックステ刺さりましたね。ここは離す、やげえ
まい、やばか、完全に今のは飛ばされましたね。あ、おっと、これはレシオイチテリーをこの体力のブランカどうなんですかね。これテリーは前回なかったら飛びがブランカに強いんですけど、電気になるからどうなんでしょうね。さあ電気が強い、この怒りを吹っ飛ぶ台が取り込まれたまる、発動して怒りをやり過ごす。おっと誘ってやがった、届かないでしょ、間に合わないでしょ、さすがにレシオさんが結構つらい。さあ体力レシオでグンターリードだが、あついに下克上がステップ電気が初めて起きました。なるほど、ここでついに下克上が注意が変わっちゃいましたね。勝ったのはグンター。では次は高坂ダーヨシですね、指定対決ですかね。勝負に大きく響いたこの屋根さんのバックステなんですけど、結構多分ケーグルあるあるで、手癖でジャスト仕込んだ後にジャスト仕込むぞってジャスト仕込むと後ろ2回入ってバックステが出ちゃうんだよ。あーなるほどね、あのさっき俺ジャスト仕込んだよなっていうのを覚えてないと、これはケーグラーにしかわからない悩みですね。今俺仕込んだっけみたいなことが起きると2回仕込んでバックステが出るという、やはりあの大舞台の緊張で今俺ってジャスト仕込んでたっけみたいなのは結構難しいですよね。はい、というわけで今度はカスペースならではの組み合わせ A 対 A が見れます。そうですね、これはなんかもっと上の方で当たっててもおかしくなさそうな組み合わせなんですけど、まあ、基本的にはゲージ溜めた方が強いだけど、お互いゲージ溜めているときにそのままゲージゴジサで先溜まるか、止めに行って止めれればいいんですけど、止めれなかったときに自分のゲージ溜め放棄した上で相手に溜められるんで、もう致命傷になるっていう感じと読み合いが行われます。まあ、A 対 A はそうですね、まあ、レガレシオ2対象がまあ鉄板なんですけども、はい、まあ、そうなると基本的にブランカブランカの前方戦っていうのがセオリー通りになるんですけど、ダイオスさんは山崎にキャラ替えをしたおかげで、まあ、山崎中堅っていうのはちょっと厳しいかなっていう感じがあって前方になりますよね。なるほど、ここの組み合わせが僕的には未知数なのでどうなるかちょっと見ものですね。ブランカで勝利しないというのはブラペカが得点対決のデカ有利ということなんでしょうか。そうですね、やっぱ A 対 A はそのゲージ管理がかなり重要になってくるので、はい、ブランカよりはデカの方がまあオリコンガードさせた後の状況が作りやすいっていうのもあって、なるほど、早めの発動ですね。そうブランカ山崎は結構山崎側が思い切った人読みをしないときついかなとは思うんですけども、ね、対応しきれないんですよね。そうなんですよね、だから意識の裏つかれると飛びに対して早出しジャンプ台パンとかをちょっと置いとく感じに立ち回らないと。おそらく先方戦の取りこぼしをここでフォローするっていうのが、うまい、うまいね、見てから折り込ん、うまい。さあブランカ桜は立ち回りのブランカオリコンの桜という気がしますが、そんな感じでいいんですかね。ブランカ対桜は、ブランカ対桜は立ち回りのブランカオリコンの桜みたいな。そうですね、桜がまあ初練はガーキャンで返されないとはいえども捕まえるのが結構難しいんで、ね、やっぱ安易な飛びはああやってローリングで返されるんで、ブランカのため解除をいかに誘うか。まあ、おそらく、まあ、おもむろに上げてこういうのですね。そうですね、もう立ち上げた力のオリコンがもうブランカ返せないんで、今のはガードでも発動してましたね。おおっと、難しい状況、うまいね、本当にうまい。さあもうあれにはリバサ電気を出すしかなかったんですが、まあいや厳しいですね、これ垂直しても隙には当たらないんで。さあ全キャンは出てないが問題ないと、日和がリーチで、これはさくらは、これは
これはペガ側がだいぶ厳しいですね。まあ、しかし強いだけなんですが、オリゴンがセオリー通り、まあ、これはサクラが先にオリゴン発動するのがまあ鉄板ですよね。こうなるとベガはもうオリコンを使って倒すと対象戦がかなり厳しくなってしまうので、あーとこで削り、さあここは打ち取って大阪の勝利、勝ったのは大阪。いやここまで下克上果たしたのはグンターだけですね。このグンター対キクでは2度目の下克上なるか、ね、あれキックさんどこかな、キックさんタバコかな、キックさん、あ、いた、キックさんお仕事の時間です。ユンさんもキックさんにワンピース D 決定権があります。その次ガオ高坂の兄弟喧嘩なんで次の試合ガオ高坂の兄弟喧嘩が始まりますんで、順位上です。さあ全てのエーグルに絶望を出すナバネキ講師、またしても得意のエーグルがやってきましたが、そうですね、でも A キングですからね。そうですね、データいないと、キックコンピューターが壊れてしまうかどうか、そこが勝負の鍵を握るというか、なんかうんうんっていうのはなんか言ってますよ。まあ、多分なんですけど、さっきのピノキオさんの意思を背負っていたのは単純に同調書を見せたんだと思います。それ言っちゃいますか僕は気づいてましたけどねそうですね、キックさんのカラーは全部同調紙なんで、結構キャラ選びの同調紙見せるとモチベーション下がるんで、多分ルーザー上司だったんじゃないかなと。もう試合中も同情し見せるんじゃないかという怖さがありますよね。まあ、お互い白い色なんで、まあ、趣味は合うことでしょう、きっと。これはどうなんですか、立ち回りは。意外と、なんかキングがやるそうに見えますよね。スパイラル4で最大コンボ。仕返し、マジ今日のグンター持っている。最後は安定ルートですね。この決勝トーナメント進出かけた試合でも僕と最後相打ちなんて一度と残って勝ちみたいな、もう今日持ってますね。これ下手したらキング活躍するの今日初かもしれません。さあ宝玉レベル弱点倒しに行きましたね。ここでも 2-1 直接行かずに少しでもゲージ回収するためにちゃんと100列挟みましたね。そうですね、出てくるキャラの色が全部白色ですね。そうですね、お互い趣味が合いますねおお、ここでヘルアタック、重なってないが、なんか店内でヤバい音が出てますが、試合の方はゲージ持ったグンターが追いかけるところ、おっと爆当ててさあラスト難しいです。なんで後ろ歩きですかね、反応できたら初と後ろ歩き中足みたいな感じだったんでしょうけど、前回のアクレスに負けてしまう。うまいですね。そう、懸命な判断だと思うんですが、安定コンボそこそこ減りますね、やっぱり。結構レベル1交渉って地味に減るんですよね。なるほどね、チュンリーのコンボどれもそこそこ減りますね、やっぱり。しかしゲージを使い切った状態でこのブランカは先にブランカゲージ溜まるんで、これ結構ブランカとしてはまだやりやすい状況ですよね。
らい逃げと。飛びが落ちないが、アパカは入力していたんだけど技の硬直に刺さったと。もっと難しい。これは分かんなくなる。これはガードゲージも。これはこれはこれは2回連続蛍光美女デイビッド冴えてる。冴えてますね今日。そうですね、やはりアメリカ人は絶望って言葉知らないですからね。そうですね、全ての英国に絶望をもたらす仲間の気持ち、かっこ日本人に限るみたいな。さあそしてカフェスカイ一有名な兄弟喧嘩がガオ対コウサカ、ワンピーコウサカ対ツーピーガオ。兄弟揃って決勝トーナメント、すごいですね。すごいですね、これ日本人対決は全て順位通りに決まっているというジンクスがありますが、この兄弟喧嘩勝ち上がった方もどっちもギュンタよりは上なんで、次またどうなるかですよね。これグンターは常に下克上ルールが適用されたらもう最後までいきますか。恐ろしい。ベスト4になるのかな、いやまだかな。1、2、3、4、3。あ、そうだね、すごいね。いや今の試合は1P 高坂ペガ対 2P ガオッケーギース。さあこの反応、開幕サイコすごいな。ただ今足払い空振り見てサイコはちょっと弱に見えました。おそらくはこれはギースが先にゲージ溜まるんで、ここどうしのぐかですね。なるほど、ガードする。すガオさんはあれですね、おお、まあ、落としてしまう。あ、今のは大根回し蹴りのみ置き立ち中盤に2位を仕込んでましたね。素晴らしいですね。大根回し蹴りも判定自体はそんなに強くないんで。そうですね、置いてるのも2位を仕込んでるんで、1回仕込みをしてしまうとしばらくためが解除されますからね。そうですね、読み負けたためをなくすという状況。うまいですね、あれもう鉄板ですね。さあケーグルは自分ではゲージ溜めないので、ゲージ溜めるエーグルを止めに行かなきゃいけません。これがやっぱり A が有利と言われるゆえんでしょう。さあこの怒る直前のオリコンが一番おいしいんですが、さあこれは最低でも怒らせたい。難しいな。ベガの挑発は隙が短いですか、ナコルが速すぎて。これは難しいとこでしたね。挑発で怒らすのもまあ選択肢としてあるけど、まあ、しかしサクラのオリコン削り得な状況は継続中。まあ、その桜の削りを使うタイミングを1回ね、怒らせとけば、だいぶ後まで。あと地味にナコルの高つかまりがゼロフレ空中技なんですよ。なるほど、あ、本当だ、うまいですね。しかし、コウタも分かってるんで、空中くらい確認でもう1回ガードされる。さすが兄弟といったところですね。まあ、ちょっとため技でもう1回空中ゲームできるんですけど、まあそれもなかなか状況が良くなるかっていう。飛ばすぜ、レヴェン、レッダイ、ファイト。うまいな、うまい。あれ慣れてないと反対側から座れますからね。おーと伸びが、あー生シャイン行きたかったところ、うまい。たまって発動、これはケーブルガードしてもどうしようもない。うまいですねこれは。しかもちょうど怒りがなくなる。ゲージ管理が完璧すぎてやばい。
ばい。マジで対空電気ショーはキープにとって絶好ですからね。透かしてうまく透かす。おーっと、これはこれ持続気味に当てると反応が出ない。証券がやばいな。あんだけ交差か、あんだけ証券出されたらしんどいですね、さすがに。ってなるとグンター対高坂、高坂が場所を選ぶ。証券4連発ぐらいしましたね今、うん、もう意地でも逃がさないぞと、そんな気迫を感じました。いや、ギュンター今日すごいですね。すごいですね。ここまで、しかも後半ちゃんとキングがすげえ活躍してるっていう。まさにクロフレッシュライドいた感じでしょうか。クロフレッシュライドね。 A キングのおかげでここまで、これで A キング増えますかね。しかもさっきキック戦完全に起動してましたからね。そうね、キャミーに勝ったもんね。なんか聞いてるやつ誰かから指示を受けてるんじゃないですか。だから参謀がいるんですよ。反対側で手元見てるやつがこう、あ、そうイヤホンに対して喋りかけて、なんか指示を受けてますよ。ウェイトウェイト、ゴー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 ガーキャンガーキャン。さあ先攻はレシオニブランカ対レシオチブランカ。黄色いブランカがグンターの勝負に出ましたね。やはりキングでブランカはきついと。なるほど、さすがに当たるでしょう。さすがに、そうね、これブランカ やってないとかなり、お、ちゃんと拾う、遠くてもこれはレシオが違うかどうか。残った、おお、すごい発動。投げた、あーガードができない。これサガット同キャラとかにも言えるんですけど、やっぱりレシオ2とレシオ1同キャラ対決って結構ブランカみたいにくちゃくちゃになる組み合わせだと、やっぱり先にゲージ溜まって折り込まれるかみたいな部分の方が大きいんで、レシオさんって結構くがりやすいんですよ。なるほど、あキングブランカを避けたが結局こうなってしまった。どうか、結局やらない。いやこれはこれは逃げるわけですよ。そうですね。おそう、あの、ね、ミラージュキックかすあたりだけ。そうか、そう、じゃあローリングケズルが減るって聞きましたよ。なんかとどめを刺しました。えらい、あれってバーザスの筐体かな、筐体か台かな、台か基盤か。さあキングのオリコンが見れるのか。ああうまい、いや真上ですね、わからないですねあれは。まあ、しかしオリコンはキングじゃなくてベガで使うという大人の判断が出ました。これマニコン2回当てれば逆転勝ちありますからね。ただね、オリコン当ててしまえばレシオタってあんまり関係ないんでね。おさあマニコン警戒を投げていく。おっと、さあこれはただこれは上がり方も残るでしょう。あー右向きはね、やっぱりリスりやすいですよね。やはり人間の手の構造的に、うん、そう重心の外に逃がす方がねやりやすいんですよ人間って。さすが人間工学で専攻されてるモモさん。そうそうね。おおお、あーしかしやはり右側、やっぱ右向きは見せる。人間攻略的そう、重心の内に持ってくる方法は難しい。これエレゴノミクスレバーみたいなの作ってくれないですかね。何それ、なんか人間攻略的に考えられた。あ、終わる終わる終わる。おダブル K
KO で勝ったのは高坂。ああ、だな高坂。そうですね。高坂さん対ガンさん。ガンさん。ルーザーズファイナル。いや さっきやはり、うん、順番の駆け引きがかなり高坂が1枚上手で、もうレシオ1ブランカ出た時点でレシオ2ブランカでさっきみたいに期待値負けしてしまうんですね。なるほど。でキングだと積むし、でベガ、さっきベガブランカベガ有利って話してたんですけど、それ対象でゲージ持ってる同士の前提の話だって、やばい、先方ベガだとさすがに不利ですよね。あ、なるほど、もうだから殺すしかないですね。もうレシオチブなんか選択して時点で、まあ、どう来られても有利みたいな。まあでもよくデビット頑張りましたよ今日。そうですね。じゃあこの組み合わせエボジャパン2018の決勝のカードです。ついにリベンジの機会が。しかもなんか高坂さん最近の大会連覇がかかってるみたいな噂を聞きましたんで、そう自分が連覇しながらリベンジの機会もあると。あの時に負けて涙してましたからね。そうですね。今日リベンジ、今日は嬉し涙が見れるんでしょうか。どっちでも泣くの、絶対泣くと思います。泣かない高坂想像つかないから。すぐ楽にしてやる。さあ先方ブランカ、これはブランカ有利なんですが、ガンさんは当然のようにブランカさんがうまい。あー、ここまでのうまかったですが、おお、今もダメ端がゆりより狙ったっぽいんですが出なかった。今のところ、さあここから逃がさない奥攻めがうまいです。うまいですね。ヒット確認からこれもうローリングくらい逃げしてもダメなんで、当てても半角なんで。さあ逃げてしまった。2個間逃げられると。それは逃がしたくなかった。ガーゼンブランカペース。そうですね。おっと。先に発動したのは高坂。誘ったっぽいですね。さあ割られてしまう。おっと。前転前転投げ。あ、こうなると八乙女反撃で。あ、うまい。今のは。ガンさんもいい読みだったと思うんですけど、ちゃんと高坂選手が。さあ、ブランカドケラ。高坂選手はここはゲージ溜めたいですね。これゲージ溜めがリターンが大きい高坂さんに有利な展開かと思ったんですが、うまくガンさんがこれを止めていきました。ダブル前にやられましたね。おおお。あ、うまい。バックジャンプを読んで。おお、発動電気。なるほど。減る。最初が電気指導とめちゃくちゃ減る。そうです。ダメージ高い上に空爆に対しても強いという。なるほど。やり込んでますね。さあ、けん、おーおー。おお、ガード。おっと、これは。これは美味しい。サップがあるのでなかなか捕まえられない。距離が近かったらサブバに枯れたんですけど、ちょっと遠かったんで。そうですね。うまい。で裏と見せかけてのもで。あ、うまい。反撃が。だからゲージ溜まるまではやることない組み合わせと。ピオリジンはやばいか。さあガンさんがうまい。さあ裏もある。マジコ継続。でもお互い読み合いが。った。おっと。おっと。ああ、全然見ていたが。ただこれは割れに、あ、割れないか。割れないな。うん。またゲージを溜めつつか。そうですね。おとめさせば高坂選手まだチャンスがある。結局対象戦もゲージ欲しいんで。これは確かに。これは大きい。ガンガーはオリコンガーさせてもいいぐらいの状況でいい。そう、うわ、うまい。オリコンを全キャンなどで返された時だけがかなり怪しくなってくる。ガード、オリコンガードするのも厳しい状況。甘い。高坂側は発動ポイントを読んでうまく返したい。そう、
通常の応酬が続く。おっこれチューチューはでかい、致命的かもしれない。おお、あでも生き残った。あったうまい振り向きサイド、これができるできないで勝ったのはガンさん。そう結局1位がウィーナーズ側で待ち受けて、そこで2位が来るという、これが実力系です。すごいな、うん、さあ2ライフでウアベいいんじゃない、あなんか、あ、いいなんかする、じゃあなんかやります、一言いきます、一言いきましょうか、つか主催主催者どっか行った、すねちゃったじゃあ始めます。いや俺なんか欲しい、じゃあ一言もらいましょう、じゃあ一言ずつ決勝の前にお二人から一言ずつ、これ挑戦者側から聞くべきかな、じゃあガンさん一言お願いします。うん、明日もあるからね。あ、こんにちは、ガンです今から決勝戦をするんですけども、明日すべてのシーグルを殲滅する大阪の帝王ということで、キックさんとやるんで、今ここで上部君をしっかり倒しきって明日に臨みたいと思います。はい、頑張ってください。じゃあ絶対苦手こういうの絶対こういうの苦手よこの人。ああおい、うわべです。うわべだ、明日キックさんとガンさんが助手先をやるらしいんですけど、まあ、多分このまま行くと僕に負けたキックさんと僕に負けたガンさんがやる助手先になるんで、まあ明日のイベントは僕の次に強い人を決めるイベントになると思うので、なるほど、はい、まあ今日勝てばね、今から勝てばね、まあ1試合目は遊ぼうかな。あはい、じゃあ頑張ってくださいお二人とも。なるほど、梅原と上部は1試合目遊ぶと言われてますから。さあこれが最後、ちょっといいものいっぱい見られましたね。これは MVP はデイビッドにあげたいですね。あそうですね、関東省的な、うん、全米1位の名に恥じる、そうですね。やはりシーグル戦はレシオニーより大将だと。This is gonna be a match to remember. Fight! 実は両方ともさっきと同じ。さあ、ヘッドプレスにどれだけリスクを与えられるかが難しいところなんですよね。おお、目の前に降りてきた。さあ、取って。体力半分減った。ただまあどちらでもベガはね、たまるまでは我慢って感じなんで。さあうまい、どっちかわかんないかな、飛んでコンボで蹴りが止まります。おっと、悟ってないと反撃できないですよね。おお、そこ投げ抜けもかなり怖いが、さあ調子乗るねやと。おお、うん、投げを用意、なるほど、投げ無敵終わった後の発想が強いんですよね。なるほどね。Live and let die. Fight. 開始早々前に歩いてけ。さあ近いし。あ、思った引けないです。今死ぬと思ったんですか。あれ、ベガ相手のキャノン上ショットが難しいんですよ。あ、そうなんですか。じゃあもうそれ諦めて、はい、ゲージを貯める方向に。はい、これはそうですね、福部選手は、おお、あのベガ相手のキャノン上ショットって、ミスった福部君が下手なんじゃなくて、多分ちゃんと決めてると、キックさんくらいしか見たことないんじゃないかな、ぐらい、そんな難しいんですね、はい、開幕大パン、おお、ベガがブランカが横広いので、小パン2発から、パターンが集まります、なるほど、選択、あーコンボ戦か、暴れ潰しは良かったんですが、そうですね、キャノン勝てない、さあ、まあ、安易に対抗が出せない、ゲージがあると対抗が出せない、これは当たると、お、潰した、なるほど、そ
お互い距離を研究している。うまくスラを誘った垂直ジャンプ。そうですね、ちょっと焦りがあった今のスラは。空中ガードがね、シーサーガードの垂直ジャンプがブランコ戦にだいぶ機能します。なら死ね。Live and let die。 紫より来ました。さあ今ステップして、なるほど、遠くに離すのと暴れてたら、さあ反撃がしっかりしている。あれ難しいけど確定。今度これは諦めるしかない。人はどうしようもない。これは諦めるしかないです。しかも痛いやつ、ゲージを回収。一番ゲージが止まるやつ。いや、ガンさんも最適な行動を取りましたね。しかしゲージの体力は上振りで、あーっと、いきなり飛びが取ってループするとやばい。ループした、ミオリリーチ。あーこれはでかい。あー遠い。今の大キックにあってピューチが全然違いましたからね。ガンさんはかなり今救われた感じですよ。あーこれもうガードもできないんじゃん。そうですね、ガンさん、そうですね、ガーキャーしちゃうともうオリコンの逆転もなくなってしまって。あっとさあ、たまるたまる、たまった。さあ、いってガーキャー、そうでもスタートも起きてくる。さあ、いく、これはおお、なんだなんだなんだ、テンパってるぞ。おさあ、うまい、これは殲滅できるか。あーっ、あー最後の最後に前転が、すーげー、ガンさんも頑張ったけど、優勝は上部さん、おめでとうございます。全勝です、全勝ですね、いっぱいもせず。これは全勝のコメント聞いておきましょうか。これは